まこなこです。ダウンロードコンテンツの2人のバリキュリア、前回この一つの方マッププレイしましたので、次は選ばれたものの方をやっていきましょう。これは初代のバルキュリアが主人公を操れるマップとなるはずです。バルキュリア同士の戦い、みんなその体に叩き込んでおけ。さてクライマリアは我を失っている。迂闊に近づけば攻撃に巻き込まれるぞ。奴の攻撃は広範囲だ。余波に巻き込まれないように注意しろということで、他の人は周りの兵士を倒せということで、うん、撃破する。そして自分が瀕死になってもダメ。これ舞台はそっかそっか、まあ、前回と同じくね、ベッド配置が可能。これ能力どうやって見るんだっけかな。能力の見方が分かんない。こうか、射撃アップか後方支援か確実回避、こっちかな。任せてください、任せてください。2人ぐらい低精兵、あとはむしゃぶりするぜ。任せてください。こんな感じかな。もう一人むしゃぶりするぜ。突撃兵でやっていきましょう。クライマリア、お前の力見せてもらうぞ。私とお前は違う。お前は弱く、私は強い。それは今置かれた環境の違いが証明している。違う、私は惨めだな。クライマリア、素質だけは研究所でも一番と言われていたのに、これ以上無様な姿を晒すくらいならば私が引導を渡してやる。なんで今あんなに煽ったんだ。でこれは戦車が多いな。戦車が多いということで、ここにクライマリアがいる。なんでこんな戦車多いんだ。でスナイパー1人2人、ここ今遮断されてると思うんで、ここのスナイパーは問題ないでしょう。上のスナイパーを倒せるかどうかの問題。倒せそうかな。あそこだ、高台だから問題なく倒せることでしょう。でこれ倒すのはいいんだけど、ほぼ戦車だから、じゃあどうしろって言うんだ。全部セルベリアにやってもらうか。セルベリアについて、先行戦と連行戦という2つの攻撃を使用できる。先行戦は威力が高く、さらに直線上のユニットを貫通するのか、弾数制限がある。連行戦は連射攻撃となっており、威力は劣るが弾数の制限がない。高い防御力と HP を持っているので短期で敵陣に突っ込むことも可能。占拠ができないで CP も2使う。これ4000だな。これ敵として出てきた時はね、もっとそこは射程内だ、これ一発で倒せる。じゃあこれそうであるならば、あここさらに先行けないのか。ここなぎ払うように2体3体倒せないかって思ったんだけど、そこだ。うまく2体セットに倒せるポジションまで移動して、それで攻撃するのがいいのかもしれない。分かった。これは完全に無双だな。その程度か。おっと迎撃ダメージ半減。
あーこれ見えないな微妙にどこだ、ここにいる。覚悟しろ。うん、2人3人後ろの機体も倒した。くぅ、ついつい突っ込んでしまったけど、で今回はそっか、敵陣はここに一つあるだが、それだけかな。これ突っ込んでも本当に大丈夫なのかが、実を言うとよく分かってないんでね。私の動きについてこれるか。なんか突っ込んでも大丈夫そうなね話があったけれども、これ2体同時倒せるのはこの角度か。うん、2体倒した。まあでもこれがいるんであれば対戦車兵は必要ないかもしれない。くっ、うん、逃げ切れなかった。まあいずれにしてもまずはターン終了で、これ迎撃どれぐらいの速度でできるか、ダメージどれぐらい受けるか確認しましょう。そっかそっか、これ移動するとしたら左側経由じゃないとダメなのか。どこ狙ってんだ。あれ戦車ダメージ与えられてないな、今攻撃やってたけど。あーで上にもう一人スナイパーいるな。でこれ敵まっすぐ来てくれるんであれば、これ遠くから狙ってしまえば終わるんじゃないか。あ、そっか、クライマリアは放物線攻撃だから。でもそこまでダメージは受けてない。800ぐらいということは4回ぐらいは耐えられる。これ全然当たってないぞ。威勢よく攻撃してるけど全然当たってないぞ。まあいずれにしてもまずは戦車倒せって話かな。真ん前まで迫られてる。まあ迫られていても受けるダメージは少ないんで。反撃で倒せるといったところか。あとは回復兵前に持ってきたいね。戦車さらにやってくる。あそこら辺2体セットで倒せるんであればよかったけど、ちょっと角度悪いかな。まだまだ。く、結構食らうな。あっと全部倒した。まずは右側から来たね。このマップで見るところの右側、その敵を倒しましょう。この力、なぜこれほどの能力を持ちながら惨めな境遇に甘んじる。あなたにはわからない、選ばれない者の苦しみが。そうだ、私は選ばれた。ほんの少しの差で殿下は私をお選びになった。だから私は命を落とし、全てをかけて戦うことができる。お前にはあるのか、戦う理由が、戦う覚悟が。生きるため、それだけよ。ならば私がお前に負けるはずはない。私は己の命よりずっと重いもののために戦っているのだから。どけなさい。さて左側からやっ、わこれ今撃たれてるな。どこか上からの攻撃を遮断できるところに行きたいけれども、ちょっとここまで下がって弾数回復。やってやる。合わせて HP の回復、これあまりね回復しない可能性があるんですよね。礼を言う。
まあ少しだけだな。わかった。それぞれ戦車を倒しておしまいかな。覚悟しろ。よし。あとはどうしたものか。ここ通れない。どけなさい。あそこだな。ここ屋根がある。その程度か。屋根まで行けるんであれば。すべては殿下の御ために。私の。だからそうなると今度は回復ができなくなるんだよね。覚悟しろ。屋根に入るのはいいけれども。私が突破口となろう。うん、こんな感じでいいんじゃないか。そこに。さてこの後どうするか。そっか、援軍来るか。あまり CP ポイント多くないんで行動できる回数が限られる。でクライマリアがこの本陣の方を打ってこられると実を言うとね終わりそうな気配になるっていう。これで敵からのダメージは受けないはず。ここに支援兵持っていけるんであれば戦いやすいんだけれども、まあ、もしくは戦車攻撃しなくてもいいかもしれない。とはいえクライマリアはどうなんだろうな。何発攻撃当てなきゃいけないのか。さて他の味方側の敵を射撃やってくれればいいんだが、敵がどこにいるのやら。うん、当たってくれている。弾数に限りがあるからな。分かった。ここ戦車行くか。あそこにも戦車がある。これ角度変えれば2体分壊せそうな気がする。でもこれを倒しても奥までね。3体倒した。どうだろうな。あー場所がずれてる。貴様の指示に従おう。目の前鬱陶しいな。これはクライマリア当たってくれるか。そんなにダメージ与えられてないな。でこれでもう武器はなくなったので弾数が。あれスナイパー出して。あスナイパーいるよね。いや嫌な音が。これ裏手に誰か一人いる。この味方が現れました。これは味方、他の味方もダメージ受けてんだよね。ちょっとこのままじゃ動けんぞ本当に。あ別の人か今ダメージ受けたの。倒されたのはこれ救出行きたいけど今できないので諦めよう。これ敵がこっち側向いてたのかひょっとしたら。それとももうセルベリアの方にしか多分攻撃しないと思うのでこの点は安心。あとは支援兵をここに向けられるかどうか。私は選ばれた。どけなさい。さてどれぐらい時間がかかるか。
多少今反撃でもねダメージを与えてはいるんだけれども、これ戦車動く？戦車は動かないか？このジンの方の体勢立て直したいんだけれども、クライマリアがね明らかにジンの方向いてしまってるんで、まあ一発ここ撃てば注意引きつけられるかな。他に屋根があるところがね、まあ、ここまで行かないとないんで、それが辛いところ。全ては殿下の御ためにで、セルベリアは自動で HP 回復しないんで、この辺りもちょいと厳しいか。あと18発、時間かかりそう。ターン制限もあるからね、注意しないと。でこれでクライマリアが別方向向いてくれたので、この間にここを陣立て直しをしたい。誰動かす？よし行くぜ。いやー、クライマリアが攻撃やってるぞ。そりゃそんなだよな。あ、大丈夫だか。倒されたかと思って救出行こうと思ったけど、わあ、ちょっと待ってくれよそれ。なんじゃそりゃ。しかも重要な支援兵が、支援兵出すか。そっか、これ、ああ、違う、今退避したかったんだよな。ここを触った後に、これ多分攻撃、この段階で攻撃は当たらないと思うんで、多分コマンドが表示されてるときはダメージ受けないと思います。この辺りも退避させるかどうか。だから変に退避させすぎて敵がこっちの方やってきてね、それを迎撃できなければ困るんで、迎撃用に新たに部隊出しておきましょう。どうするかだな。これ済ませてあげる。あれがずっとあの場所にね居座られるとどうにも行動ができなくなる。まあ弱い攻撃使えばいいのか、連光戦とかいう方もね。どれぐらいダメージ与えられるかわからないですけど、これ済ませてあげる。時間かかりそうだな、これは。さて迎撃できるか。あれはもう一丁、よし問題なし。さてもう一部隊、できれば拠点取れればいいんだけれども、あとは支援兵を突っ込ませるかどうかの問題が。ちょっとやってみるかな。仕掛けるか。嫌がったね。そこ、ここまで来れたんであればもう何とでもなりそうな気がする。礼を言う。解けなさい。でこの部隊が倒されないように周囲は固しておきましょう。解けなさい。ためが長いから撃ったのか撃ってないのかが分からなかった。
撃破完了。でもう一体後ろ側にいる。どけなさい。それも倒しましょう。そうすると後ろからの攻撃はなくなるはずなので。戦車は倒さんでいいでしょう。覚悟しろ。あとは前にいる敵は倒さなくていいと思うんで、でちょっと武器変えて弱い方、これでどれぐらいダメージ与えられるか。ハテナマークだな。1421から50しか減ってない。これは良くない。だがあとはもうここで打ち合うだけで勝てそうな気はします。私は選ばれた。どんなもんだろうか。どけなさい。もしかしたらもうちょっとね接近した方が良いかもしれない。そうすると与えるダメージが増えるような気がする。じゃああとはこれ同じことをやり続けることになると思うんで、動きがあるまでは進めておきましょう。これクライマリアちょっと距離が遠いからかなかなか攻撃当たらないので、これ少し距離離せば敵寄ってくるんじゃないかなということで、今移動してこのターンは終わらせます。私は選ばれた。さてここでクライマリアが寄ってくるか、寄ってきてるかな。これはうん寄ってきてるな。じゃああとはまた屋根付きのところに入ってしまえば近距離から狙えるんで。あーでもこれ裏手に入ってるな。すごい戦いにくいところに。屋根の中から攻撃しようと思っても一回出ないと当たらないという、そういうね状況になっている。これ済ませてあげる。これもうちょっと移動してくれればいいんだけど、甘くないか。避けなさい。で結構ダメージ食らってるんで。まだまだ。かすり傷だ。大丈夫か？あ移動してくれた。射撃通りやすそうな場所に。あ向こうまで逃げちゃうか。ちょっと遠いな。だが以前よりかは当たりやすい場所に来てくれていると思うので、この場所で敵を迎え撃ちましょう。もう一回屋根のところに入って。分かった。一応頭に当てればヘッドショットはあるんだけれども、なかなかさっきまでので距離だと当たらなかった。で接近したことによって敵が以前16発ぐらい当てないとダメだったのが今12発、頭も5発当てないのがダメだったのが4発に変わってますので、まあそばに来てくれて助かったかなという感じ。こんな感じでまた削っていきます。さてあとわずかまで1093まで減らしてます。これは反撃で倒せるかどうか、それとももうちょっとねかかるかどうか。あーダメだ、20ぐらいしか減らせてない。おっとさらに動いてる、寄ってきてるな。これは寄ってくれば寄ってくるだけ攻撃が当て、これは裏手に回った、柵の裏手に回った。バルキュリア逃げたな。そこに、これ追いかけるべきかどうか難しいぞ。セルベリアももう HP 限りがあるんで、下手に追いかけて反撃食らったらさらに動いてるな、逃げてるな多分。これ想定外の動き、倒せるときに倒さなかったのがミスだったかな。どうする、
どうやって追いかけるか。ここら辺寄ってくる敵はどうにでもなるんだけれども、弾数も今限りがあるので一旦回復してから。よし行くぜ。これでも さてセルベリア回復して、礼を言う。どけなさい。これ1回ぐらいは連続攻撃食らいそうなんでね。これ下手すると負ける可能性がある。よし今のうち、あこれ大丈夫だ。なんだ当たるじゃん。もうちょっと高低差あるフェンスがあるのかなと思ったけど、うまく頭に当たれば。いや頭狙えてないこれは。うんここら辺だな。よし倒しきった。うわあ慎重な操作が必要とされたが、ほぼほぼねセルベリアで倒すことができた。ターン数は B ランク。もうちょっと早く倒せたかもしれないですね、テンポよくやれば。なぜだ、これだけの資質を持ちながらなぜ力をコントロールできない。それさえできればお前は私以上に殿下の力に。そうか、私にあってお前にないもの、心を支えるもの。お前の負けだな。まだまだよ、まだやれるわ。いや終わりだ。まだよ、ここで負けたら私は。泣いてどうなる、結果は出た、それが全てだ。報告は私から入れておく。最後のチャンスだったのね。これは一体どういうことですの。試験は、おい落ち込まれ、どうなってんだよ。まさか勝手に光線を漏らさずデータを取れとベルガー様のご命令を受けていましたのに。このバカが、廃棄決定だ。この出来損ない。ということで2つクリアした後に新たなエピソードが追加されました。以上の試験結果より、被験者 C12 号の破棄は見送り、実践訓練に移行すべきと判断した。感謝するよブレス中佐、あなたのおかげで期待以上の観測結果が得られた。この数値実に素晴らしい。やはり私の見込みが正しかったのだ。バルキュリアの輝きはバルキュリアとの戦いでこそ激しさを増す。場所を建造中のジークバルにしたのは正解だった。帝都近くで行っていれば海戦を待たずして帝国は滅んでいたよ。以後クライマリアはお前の管理下に置かれると聞いているが。当然だ。
ようやく見つけた逸材を研究所の好きにはさせておけん。私が手ずから調整を。一つ言っておく。ヴァルキュリアは人間だ。生身のな。もちろんだとも。だからこそ作りがいがある。あれはクライマリアは最強にして最弱のヴァルキュリアだ。取り扱いには十分に気をつけろ。完成する前に壊さないようにな。ああ、分かっている、分かっているとも。私の研究を完成させるための重要な素材だ。大切に、大切にデータを取らねばな。さて、早速調整方法の検討に入ろう。まずは刺激による脳波の変動を測定し。おざましい。もうすぐだ。もうすぐ。そしてさらに2人の絵が描かれたエピソードが追加されています。クライマリア、そこにいるな。どうしてあなたがここに。あの男に試験結果を報告にな。試験ね。合格不合格どちらにしても同じだわ。苦しみの後の終わりが早く来るか遅く来るか、それだけの違い。聞け、クライマリア、我々は同じだ。同じ力、同じ悲しみ。ただ私には出会いがあった。己の命を懸ける価値のあるもの、自分のいるべき場所との出会いが。私には来ない。そんな出会いは永遠に私は選ばれない。誰も私を救い出しはしないわ。信じろ、救いはあると。それを支えに生き抜くんだ。出会いが人を変えるなんて、そんなことあるはずないわ。いや、ある。心を支えてくれる人がいるから、人は戦える。戦う力を、殺戮の力を、その人のために制御してゆけるんだ。そんな人が現れるわけがない。私のところになんて。わからないなら今はまだそれでもいい。だがこれは私だから言える言葉だ。兵器であり人でもある。お前と同じ存在だからこそ言える言葉だ。いつかそう思える人が現れたら、その気持ちを大切にしろ。綺麗事を。早く私の前から消えろ、セルベリア。さらばだ。我々のこの出会いもまた意味のあるものになることを祈っている。出会い、そんなものが、そんな人が本当にいるというの。みんな聞いてくれ。
E 小隊に加わる新しい仲間を紹介する。セルベリア・ブレスだ。貴様を官軍の将とするために奮闘しよう。クライマリアよ、私を選んだこと後悔はさせないわ。ニコラ・グレフですわ。あなたに私が使いこなせますかしら。キアラ・ロジーノだ。私を退屈させんじゃねえぞ。ということで、今のキャラクターのコスチューム、水着も入手したそうです。で、ライフルとかも手に入れといったところで、ダウンロードコンテンツ2人のヴァルキュリア、多分これで特にね追加なく全部クリアできたと思います。だが残念ながらね、もう本編クリアしているので、これらのキャラクター使えるかっていうとね、なかなか使う機会がないのが残念。特にニコラともう一人のね女性キャラも使うタイミングが全くね今のプレイでもなかったんでね、そのあたりは残念ではあるものの、とりあえずこれで戦場のヴァルキリア4か4は一服したかなと思います。また新作が出るようであって面白そうであればね、やってみたいなとね、そんな気はしますが、さてさてどうなることやら。というわけで今回のプレイは終えたいと思います。今後も他のゲーム含めゲーム実況やってきますので、何か興味ございましたらチャンネル登録して、そうした動画もご覧いただけたら幸いです。また高評価ボタンも押していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。